一緒にこうちょっと回転させておいて、なるほど、はい。じゃあもっと楽な方法があったら知りたいですか？知りたいです。一生懸命なんで、一生懸命ですよね。あのまあちょっと、まあいろんな方法がありますからね。いけちゃんちょっと持ってみます。はい、こうこうこうちょっとあれの巻き入れて、こう でもできる。あのね、相手の意思をこっち向けてあげるんですよ。だからイケちゃんの方、プンとやったらイケちゃんこっち見たでしょ。こっち見て相手の意思をこっちの方向けてあげるんですよ。意思ない人に対してこっちが何かをしようとしても反応がないんですよ。うん、でまたもしかしたら、もしかしたらですよ、分かんない、お母さんが当てみないと分かんないけども、移動しきってないんですか、やってくる。 うん、あります。でね、今日はね、まずね、力を抜いて相手をコントロールする方法を学んでほしいんですね。でまずその前に大事なこと、人をコントロールしようとする前に自分をコントロールすることも身につけてみなさい。今はちょっと今やったような形のやつを2人1組で1回まずやってみてほしいんです。できてもできなくてもいいですから、1回今やってみて。 で、ちょっとあとで見やっぱり、あ、初めてこれ、ちょっとあとで見やっぱり、あ、別にバーンって倒れるわけでもないし、楽に楽に、こっちもあの、またあとでやりますから、やったらいいんですけども、あのなんていうのか、寝てる人、まあ、違う病の形でこうやって寝てる人を起こすのに、ここね、後ろに頭入れましたね。このままの状態からこうやってやったら軽いですね。うん、だから僕の手とか見てたら筋肉の動きが分かると思うんだけども、この辺ちょっと見て、僕の体とか見といてもらって、ね、筋肉でなんとか相手を動かそうとしてるのか、こうやってできる方をやってあげたりするんです。力入ってます？入ってないですね。だから相手を無理やり起こそうとかしたら、ほら僕でもいけちゃん起こそうと思ったら、これはしんどいですよ。 しんどいことやりたい人、じゃあ楽にシンプルになりたいなと思う人、はい、じゃあこうやってずっと、はい、まずね、どうやってるのかっていうことをお伝えしますね。